大見今津駅は、滋賀県高島市今津町名工事1丁目にある、西日本旅客鉄道湖西線の駅である。駅番号は JRB14。当駅は、湖西地方の高島市の中心駅、主要駅で、かつて所在地付近を走っていた高赤鉄道が、当駅近くを終点としており、駅周辺は、開業前から湖西地域の鉄道の拠点であった。 現在の古西線においても拠点駅として機能しており、多くの列車が当駅で折り返すほか、優等列車である特急も一部停車する。高島市内では乗降客が最も多い駅である。駅前からは、若狭、小浜方面への西日本 JR バスが発着し、また駅に近い今津港には、琵琶湖の観光線も発着している。古西線開通前の1969年まで、 付近を走っていた高和歌鉄道にも同名の駅が存在した。詳細は大見今津駅を参照。ホーム改札口湖西線内で2駅のみの直営駅の一つである。駅構内には緑の窓口、友人改札口、交通系 IC カード専用簡易型自動改札機、屋内待合室、化粧室、発車表などが設置されている。 12両対応の島式ホームにメミ温線を持ち、さらに外側に上下対比線を有する高海機になっている。構内の南側には留置線が設けられ、船内運用の電車の夜間留置に使用されている。多設地帯のため留置線に短い屋根があり、積雪からパンタグラフを保護している。古西線計画時には当駅で貨物営業を行う予定があった。貨物側線用地は、 保線基地として活用されている。駅開業時から駅弁の販売を行っていた。現在はホーム上に売店はない。駅構内改札口前にはうなぎのお弁当や魚介類の加工品などを取り扱う声優がある。2004年7月4日にホームと改札街とを結ぶウォークスルータイプのエレベーターが設置され、これと同時にトイレ、待合室が改装された。 日中時間帯は1時間あたり新快速と普通の1本が停車する。朝夕の新快速が設定されない、時間帯は普通列車が増発され、上りは1時間あたり1から3本、下りは1時間あたり1から2本が運行されている。2004年10月16日から2006年3月17日までは、JR 宝塚線に直通する塚口駅が設定されていた。 下り列車は、北陸本線直通の福井駅と前原駅が朝に一本ずつ設定されているほかは、新快速の設定がない時間帯を中心に、京都からの長原駅と大見市を追記の普通列車が運転されている。朝晩のみ特急、サンダーバードの一部の列車が停車し、新快速が設定されない、時間帯の長距離利用客の利便を図っている。また、 一部列車は西日本 JR バス和歌江線と連絡している。高島市内では最も利用客が多い。主に京都、大阪方面への通勤通学客や滋賀県立高島高等学校への通学生の利用もあるが、西日本 JR バス和歌江線やマイカー利用による福井県令南地方の利用客も多い。滋賀県統計所によると、 一日平均の乗車人員は以下の通りである。東側西側大見中小駅と牧野駅へは、大見タクシーが牧野南西部線として乗り合いタクシーを運行している。また、かつては新朝日駅へ向かうバスも存在したが、現在は大見今津駅を経由しなくなっている。ありがとうございます。